この兵ってのは尾行は苦手みたいだな。悪いがこちとらこういうのは割と得意でね。まさかあんたが。ローが言い出した時は何だと思ったな。猫に続いて意外とやるね、ロー。意外とは余計だろ。どうやらおとなしくさせる必要があるよね。せっかく穏便に済ませてやろうとしたのに。なんでだよ。俺たちに出てきてほしかったんじゃない。了解は。答える必要はない。あんたに勝手にやらす頑固だな。やめろ。
炎よ、熱波旋風巻き込め、受け止め、これでいける、ヤマタロウだ、キオハリムの差し金か。何のためだ、出て行けと言いつつやっぱり殺すつもりだったのか。どうかしら、私たちはあの黒猫に導かれてここまで来た。その私たちをつける理由は多くないはずよ。俺たちを呼んだ者に用があるってことか。だとしてもそれは別に私たちを助けるためではないでしょうね。違う、私たちを呼んだのは何者？答えなさい。おい、本気か？待ちたまえ。君たちを呼んだのは私だ。お前まで来るとはな。久しぶりだ、キサラ。知り合い？ミキウダ兄さん、カラグリアとシスロディアを解放した英雄か。会えて光栄だ。俺たちだけの力じゃない、たくさんの支えがあったおかげだ。ねえ、彼女さっき兄さんって言ってたけど。ああそうだ、この世でただ一人の肉親だよ。共にダナとレナのこの国の未来を夢見たものだ。それにしてはまるで仇敵を前にしたような態度ね。その人は裏切り者だからよ。同じこの衛兵団に身を置きながらティオハリム様の暗殺を企てて行方をくらました。それがその男の正体。暗殺？まだそう信じているんだな。違うっていうの？言っても信じないだろう。あの時もそうだった。だが私は今でもティオハリム様に仕えているつもりだ。それこそ信じられないわ。そもそもこの国はかつてとても過酷な支配を受けていた。私たちの親もその頃死んだ。当時は我々のような身寄りを失ったダナの子供たちがいくらでもいた。身を寄せ合って互いに助け合い、なんとか生き延びたものだ。そこにティオハリム様が現れた。あらゆる区域を廃し、我々ダナ人を人として扱ってくれた。家族は引き裂かれずに住むようになり、メナンシアは生まれ変わった。なら、どうして裏切ったの？順を追って話そう。レナの目的が精霊力の収集であることは知っているな。ああ、それで次のレナの王を決めるんだと聞いた。そうだ、治水火風光の五属性の精霊力だが、生命にはその全てが含まれている。
わざわざ人力に頼る理由だよな。そこで質問だ。精霊力を失った生命や物質はどうなる？よくわからないが、死ぬというのとは違うのか？もっと悪い。見たまえ。なんだそれ、金属なのか？金属ではない。正確なところは私も理解を超えているが、これは何でもない物質でなくなったもの。かつて物質だったという痕跡、虚水というそうだ。虚水？それ自体は目に見えず、ただ周囲が映り込んでいるように見える。これが全身に及んだ時が私の最後というわけだ。そんな、でもどうして兄さんがそんなことに？去る陰謀が進行している。おそらくティオハリム様はご存知ない。私は偶然それを知り、あの方に知らせようとしたが果たせなかった。これはヘルガイの果実と呼ばれるものだ。ラナの生き物がこれを食べると異常な興奮状態に陥り、通常より多くの精霊力を放出するようになる。それってひょっとしてアルフェンとローがおかしくなったのって？もう体験済みか。この国の食料の大半に混ぜられているはずだ。不思議はないな。じゃあ俺たちもあんたの右手みたいに虚水ってやつに？安心したまえ。継続してそれなりの量を摂取しなければそう簡単になったりはしない。でもそれなら私はなぜ何ともないの？なぜ兄さんだけが？おそらくこの衛兵の食事には入っていない。ティオハリム様に感づかれないために。私は告発し損ねて捕らえられた。そしてあの果実をたっぷりと投与されたんだ。多分そのまま死ぬと思ったんだろう。私は人知れず放置された。だが私は生き延びた。それで暗殺未遂をでっち上げられたというわけね。そんな。そして私は同志を集め、僅差の猫という組織を作り上げた。我々は陰謀の真相を探り当て、それをティオハリム様に告発する機会を伺いながら果たせずにいた。だがそこに君たちが現れた。それでその子の出番だったんだね。一か八かだったかな。よく気づいてくれた。ザレもよくやってくれた。それで具体的にはどうするんだ？あの方は定期的に市内を視察する。ダナ人もその時直接話すことができる。そこを狙う。当然警備は厳しいだろうが、君たちがいれば近づけるかもしれない。分かった。だが一つ聞かせてくれ。あんたはなぜそんな目に遭ってまでやるんだ？この国のダナ人の未来のためだ。未来？ティオハリム様は素晴らしい方だが、それでも一介の鋭に過ぎない。今の鋭ブリガが終わればまた次の鋭がこの国を治めることになるだろう。そうなれば全ては元の木阿弥だ。そうなる前にティオハリム様に立ち上がっていただく。
あの男がそこまですると本気で信じているの？ダナのあなたが？おかしいか。全ては信じることから始まるのだ。寝ないのか？あなたこそ。目が覚めてしまっただけだ。眠くなったらそのうち寝るよ。肩は大丈夫？肩？ああ、ティオハリムに撃たれた部分か。多少違和感はある。平気だ、平気。治ってないみたいね。もう一度治癒術を。これで良くなったはずよ。おお、さすがだな、シオン。ありがとう。考えてみれば、あれは私が悪かったわ。銃弾数発で、スルドを倒せるわけないのにね。もうその話はいいだろう。みんな無事で。今もこうして治癒してくれた。全てのスルドを倒す。その約束も続けられるだろ。そうね。でも一つ聞かせてちょうだい。ローはあなたが私を心配したと言っていたわ。あなたは私の何を心配したの？そりゃあ、なんだろうな。何よそれ。シオンがいなくなったら、炎の剣を使えない自分に戻ってしまう。そうね。そんなことより死なせたくない。ただそう思ったんだ。まだそんなこと言ってるのね。
少しは学びなさい。でも それに約束を果たすためにも必要なことだろ。そうね、覚えていて何よりよ。どうしたんだ？俺先に寝るな。ご自由に。しちゃったのかしら。キサラは夜のうちに戻らせた。結局彼女はあんたを探していたんだろうか。どうかな。昔から生真面目な子だった。君たちが面倒を引き起こすのではと思って見張っていた。案外そんなところかもしれん。大丈夫なのか？通報したりなんてことは。戻さなければそれはそれで怪しまれる。それに大丈夫だろう。信じてるんだな。決行日が来たらまたザーレを送る。それまであまり遠くには行かないでくれ。しばらくは三木浦からの連絡待ちかな。じゃあどっか出かけようぜ。じっとしてるのは性に合わねえ。なら私も行くわ。あなたたちだけでは三木浦の知らせが届かないところまで行きそうだし。子供じゃないんだから。少しはこの町みたいに仲良くしてくれよ。勢いで三木浦に協力することになってるけど本当に良かったのかな。まあ俺たちもともと戦うつもりだったしな。もし本当にティオハリムが三木浦の言うような人でダナとレナが争わないで済む未来をもたらせるなら俺たちが戦う理由は何もないことになる。それはそうだけどなんか釈然としないよ。私はやっぱりレナ人を信じる気になれないし、ミキウダだって正直よくわからない。あのキサラだって兄弟って言ってもなんかややこしそうだったよな。俺一人っ子だからもう一つピンとこないけど。俺たちのこともよくわからないか。それはそんなことないけど。俺にはまだこの国の何が本当で何が嘘なのかがわからない。だから確信が持てるまではうかつなことはしたくない。それじゃダメか？うん、いいよ。それで フルルもミキウダの猫ザーレもダナにもともといる生き物なんだよな。うん、ズーグルなんかとは違うよ。まあズーグルには可愛げなんてないもんな。苦労にもねえか。あるってあります。袋は最高。プルルも可愛いが俺は猫も好きだな。シオンは？私はそのどっちも。え？なんでもないわ。でも考えてみれば愛玩用のズーグルって聞いたことないわね。レナ人が実用本位ってことじゃないのか。何かしら特殊な機能を持たせたのがズーグルだってことを考えるとあり得るわね。なんでもいいけどこいつを止めてくれ。はあ！
よし。ああ、やっと着いた。ここにいたのか、よかった。お前たち、こんなところをうろうろするな。今ここで捕獲されても仕方がないんだぞ。あんたに俺らが捕まえられないのは証明済みだろ。何？ロウ、やめろって。言い争いに来たわけじゃないんだ。あんたへの預かり物がある。受け取ってくれ。これは兄さんの腕輪か。なぜこれを私に。兄さん、何をしようとしているんだろうな。わからないけど、口にしたことに嘘はないと思う。これまで会ってきた解放を信じる人々、その人たちと同じ感じがしたんだ。だから信じようって。あんただってそうだ。だからミキウダたちを通報してないだろ。なぜそう思う。ミキウダが信じたあんただ。それを俺も信じてるだけさ。お前は不思議なやつだな。そうやって皆を解放してきたのか。どういう意味だ。いや、気にするな、たわごとさ。そうか。とにかく、ミキウダのやろうとしていることはもうすぐわかる。だから、俺たちで見届けよう。そうだな。さて、あとは結婚を待つだけか。ああ。また宿の世話になろう。首輪に何か挟んである。あ、行っちゃった。明日決行だってよ。集合場所はあの地下採石場の中だ。なら今のうちに準備をして、今日のところはまた宿の世話になろう。いよいよだ。ああ、鋭度はどう出るかな。ミキウダ次第だろうな。とにかく採石場に急ごう。目的地に着
いたわよ。突破するぞ。があったか。はいはい、先に進むよ。わ、こいつは強っ。
次の者、前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、ここで止まれ。ミキューダ、あのミキューダなのか。この兵、その者どもを近づけるな。スルド閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは置くとしよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々この兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべき者がいるかどうかの違いだな。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここはメナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が墓石になることも珍しくなかった。大人たちはここを怪物の口に例えていた。ええ、覚えているわ。でもそれももう昔のことよ。そうだ。岩に染みついた血の跡、よどんだ空気と刺繍、それらはことごとく過去のものとなって久しい。吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、今のメナンシアのダナ人には笑顔がある。
全てあなたがもたらしてくださったのです、ティオハリム様。なぜ今さらそんな話をするの、兄さん。私たちが手にしているものの価値について話しておきたかった。どれだけ閣下に感謝しているかもだ。だからなぜ。いずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを覚えておいてくれればいい。